はいどうも、中二病のおっちゃんこと北海道タレス在住大久保克也41歳です。よろしくお願いします。はい、ということで今回はボボボボボボボという漫画のご紹介をしていこうと思います。2001年から週刊少年ジャンプで連載をされていて全28巻になっています。アニメ化やゲーム化、カードゲーム化もされていて、この漫画2部構成になっていて、2部からは新説ボボボボボボボとね、新説がつくような形になっています。マルハーゲ帝国に支配された西暦 3000X 年の未来の地球が舞台です。マルハーゲ帝国の皇帝が自らの力を示すプロパガンダのために人類を丸坊主にするべく結成した毛刈り隊から人類の髪の毛と自由と平和を守るため、鼻毛神剣の使い手ボボボボボボボが戦う不条理ギャグ漫画になっています。主人公のボボボは7代目鼻毛神剣の伝承者で、いい加減な性格に見えるけど胸の内には秘めた熱い正義感を持っています。たまにというか結構な頻度で仲間をいいように利用するのがちょっと痛いところではあるんだけど、まあギャグ漫画ということでそこら辺は多めに見ていただきたいところかなと思います。その仲間の一部をちょっとご紹介していきたいんですけども、ツッコミ役でヒロインのビューティー、ボーボボの相方的存在はじけリストのドンパッチ、クールっぽいキャラクターを必死に守るおなら神剣の使い手ヘッポコマル、元毛刈り隊でヌマニアのプルプル神剣の使い手ところ天之助や、その他にも様々な多種多様な面白いキャラクターなんかが出てくる漫画になっています。この漫画、主人公のボーボーとその仲間たちが敵の帝国を倒すため旅を続け、立ちはだかる敵と戦ったり幹部級の敵たちと戦って世界を救っていくというストーリーの本筋は王道のストーリーバトル漫画なんだけど、バトルのすべてが通常のストーリーバトル漫画の格闘技や必殺技とはかけ離れた奇想天外なギャグバトルになっていて、戦い自体が読者自身もさっぱり展開が読めないギャグバトルとして不思議な感じで、ギャグ漫画としてもオチらしいオチがあんまりなくて本当に不思議な漫画だと思います。今まであったジャンプ漫画やゲームなんかをねネタに使ったギャグ要素もいっぱいあって、まあ今読んでもねものすごい懐かしい感覚を覚えるんですけど、ギャグ漫画とは思えないぐらいストーリーは意外とこう練り込んで細かい設定がたくさんあって、そこら辺は本当にすごい漫画だなと思います。ということで今回はボボボボボボボという漫画のご紹介をさせていただきました。はい、ということで皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。